ゴーに関しては多分、情報持ってる人多いと思います。まあ未成年のインコもそうですし、例えばその、皆さんが多分興味あるところで言うと、高木と一緒にやってたバンドなんであれが解散したかもそうですし。で、僕、ゴーは一回大阪でシ助さんも紹介してます。で、彼はやっぱりしんすけさんのおる前ではめちゃめちゃ猫被るんで、どんなけお酒飲んでも酔っ払わないんですよ。だからもうしんすけさんも含め、しんすけさんの周りのいろんな人たちも含め、ゴーの評価はめちゃめちゃ高いです。で、僕は全部知ってるんで、言ってます、それをしんすけさんに。まあ、しゃーない、やっちゃない、言ってましたけど。 まあ、大阪でも、札幌でも、まあ、いっぱいトラブル起こしてます。で、彼は、誰にも見つかりたくないっていう割に、綾野剛をめっちゃ出して動くんですよ。繁華街で。例えばサングラスして、コート肩からかけて歩いて、どっから見ても綾野剛なんですよ。それをキャッチの兄ちゃんとかキャバ嬢に見つかると、あえてサングラス外したりするんですあいつ。で、それを止めに入った僕が、そいつらと喧嘩になったりもするんで、<laughs> やめてくれって何回も言ったんですけど。で、そういった奴らを、飲みの場に呼びます。お前も一緒に飲もうよ、来なよ。 で、それって僕、高駅の真似してんやろうなと思ってます。高駅はそんなカッコつけないですけど、居酒屋の隣におるやつと急には高くなったりするのも高駅の癖なんで、僕らは逆にやつやなと思ってましたけど、もう豪の明らさにちょっと違うんですよ。だから大阪で豪のことをアテンドしてるバーのやつらもいますけど、みんなやっぱり豪が酔っ払った時に困ってます。天井天外遊戯は独尊という言葉がほんまにぴったりのやつなんで、で、高駅とかがよく言ってるのは、豪を 男と思って付き合ったあかんで、ぐ言われたんですよ。あいつは女優だからと。一番にチヤホヤをしてもらわないと、拗ねちゃうから、女だからって言われたんですよ。もうほんとその通りだと思います。あやのゴーを持ち上げないと、拗ねて帰ります、あいつは。で、自分が目立ってないなと思うと、周りのタレントとかも含め、いきなり、えー、叩き落とします。変なこと言って。まあ、高い木から聞いた話で言うと、女の子のお場所に呼ばれた時に、高い木がチヤホヤされすぎて、ゴーが怒って、いきなり高い木に向かって大きい声で、おい、高い木、お前太ったんじゃねえみたいな。 で、高雪は、いや、まあ、逆柄として今太らしてるからって話をしたら、いや、お前かなり太ったらやばいよ、みたいな。で、それは話を後で聞くと、高雪の横にいた女の子をゴーは狙ってたらしいんですけど、で、ゴーがその後その女の子の横に行って喋ってたんですけど、結局女の子は高雪の横に戻っちゃって、まあ、ゴーは怒って帰っちゃったらしいんですね。まあ、そんなことは僕が女の子を紹介した時でもいっぱいあります。で、自分が気に入る女の子も最後まで決めれないのはゴーです。この子にしようかな、あの子にしようかな、ずっと悩んでます。で、この子が一番いいからこの子で行こうよって話をしたら、分かったって言うんですけど、他のタレントがその違う子を持って帰ろうとしたら、止めに入ります。 まあ結局、全部自分のものにしたいんですよ。で、二人とも共通している性格は、発泡ビジネス。ゴーもユーも。あちこちでいい顔します。本当に、それが如実に出ます。ただ、ゴーの爆弾も、えー、逮捕まではいかないですけども、事情聴取とかはあると思います。はい。